アーニャ頑張ります。エレガントだ。はいはいはい。エレガントだ。はいはいはい。うん。あーやすごい。はいはいはい。うん。そしてこの場所で。であるからこの時、であるからこの時、そしてこの場所で、であるからこの時、そしてこの場所で、そしてこの場所で、であるからこの時、であるからこの時、そしてこの場所で、であるからこの時、であるからこの時、である。そしてこの場所で、そしてこの場所で、であるから。そしてこの場所で、そしてこであるからこの時。今回はこれまで。ほお疲れ様、アーニャちゃん。これからおでこ。勉強ばかりだと息が詰まっちゃうわね。でも勉強しなくちゃだし。ベッキーも勉強疲れたりするのか？そりゃそうでしょう。やっぱ容赦ないわよね、イーデン校の授業は。授業、気づいたら終わってて大変。それはちょっと大変の種類が違うような。アーニャ今日も大変だった。そうだね、今日のアーニャちゃん授業中なのにぐっすり眠ってたもんね。うい、なんでかすぐに眠くなる。アーニャフォージャーよ、どうしてテストで良い点数を取れないのか考えたことはあるか？アーニャ、よくわからない。できない原因を考えることも勉強のうちだ、フォージャーよ。うい、アーニャ、真剣に考える。考えるんだっけ？アーニャ、お前ん家遊びに行きたい。は？何言ってんだお前。お土産、ピーナッツ持ってってやる。
凶暴。身の程を知れ、このブス。庶民は本当ずうずうしいですね、ダミアン様。調子乗んなよ。父上に認めてもらうまでは遊んでいる暇なんてないんだ。う、平和への一歩が。気をつけてくださいね。いえ、口に含まなければ問題ありません。それより火傷してないか見せてみろ。モフ、うん、大丈夫そうだ。だが急に飛び出すなんてお前らしくない。うん、足元に何か。危ないからそんなところにぬいぐるみを置くな。ボンドは俺が洗ってくるから片付けておけよ。ありがとうボンド。いいか、立派な人間になりたかったら勉強は大事なんだぞ。そうだ。アーニャ頑張ります。ボフ、父、アーニャアニメが見たい。ニュースつまんない。ダメだ、公開メディア一つからでも読み取れる情報は山ほどあるからな。それにお前も少しは情勢を学べ。インペリアルスカラーには必要な教養だぞ。でも、もうすぐスパイアニメ始まる。わかった、チャンネルを変えていい。ただし見終わったらニュースに戻せよ。集中力を少しでも勉強に向けてくれるといいんだがな。
では先日の小テストを返却する。今回点数が振るわなかった生徒についてはこれからも精進するように。皆常日頃から努力を怠らないよう身を引き締めたまえ。それではこれより授業を行うが、アーニャフォージャーよ。はい。テストの結果補習が決定した。放課後私の元へ来るように。同じインペリアルスカラーにならないと。アーニャちゃん、夕べの星見た？お星様、キラキラしてた。ステラ、どこだ？落ち着け、ジナ。お空のお星様の話だ。なんだよ、しょうもな。タミアン様、ステラに取り憑かれすぎです。だな。時に渡した資金はどうした？これ買ったらなくなった。そんなにするのか。これが。まあまあロイドさん、ベッキーさんとお揃いなのが大事なんですよ。お揃い、ベッキーとの宝物。まあブラックベルトの良好な関係を築けたと考えれば必要経費と割り切れるか。大事なものならなくさないようにしろよ。うい、大事にするます。ご飯の前に少し勉強するか。わからないところは教えるぞ。アーニャ今忙しい。忙しいってアニメ見てるだけだろ。宿題を忘れるとトニトがつくし、テストだって近いんだ。ちゃんと勉強しろ。あーや、勉強や。このままだとテストで赤点を取ってしまう。退学になればオペレーションストリクスが。アーニャが勉強できないと父が困る。でもアーニャ勉強嫌い。でもアーニャがトニトとって学校にいられなくなったら。泣くほど勉強が嫌なのか。だがこのままだと赤点を取る可能性が。宿題が終わったらテレビを見ていいぞ。本当？ああ本当だ。まず今日の分の宿題を終わらせよう。勉強嫌いだけど頑張ります。ああそうだ、偉いぞ。さて早速始めよう。まずは分数の問題か。これは分母が3になって3分の1だな。これは1が3つに分かれているわけだ。つまり3分の1が3つで1になるわけだ。簡単だろ。分母1が3つで3。どうした？ほらこの例題も同じだ。なぜ解けないんだ？こいつが何を理解できてないのかわからん。父、学
ところ読むしかない。ここの問題は学力向上を目指しながら他の方法でステラを。運動は見込めなさそうだからやはり社会貢献で、いやそれよりもデズモンドの息子と仲良くステラ獲得へのアプローチは。父、心の声いっぱい、情報がいっぱい、どれが問題の答えかわからない。ほらこの問題はここの公式を使って。大丈夫ですか、アーニャさん。ここの問題、母の心読む。一緒に考えましょうか。分母が5だから1の5等分ってことで、5って S と似てますよね。ボンチジュース、アーニャが頑張るしかない。おいアーニャ、今度買い物に行く予定だが欲しいものはあるか。アーニャ、サングラス欲しい。サングラスなんて何に使うんだ。スパイごっこに使う。まあ問題はないか、最近勉強も頑張っているしな。わかった、ただし次の小テスト頑張ったらな。おーい、そろそろ勉強の時間だぞ。8分の2、3分の…アーニャが一人で勉強をしている。一体どんな心境の変化なんだ。まあ、アーニャさんが一人で勉強を…ええ、嬉しいのですが、一体何が…熱意が伝わったのではないでしょうか。そうだといいのですが。きっとそうです。そうですね、この調子で頑張ってもらうためにも夕飯はアーニャの好きなものでも作りますか。ええ、アーニャさん喜ぶと思います。勉強は飽きた。でも父のため、アーニャテスト頑張りたい。いい匂いがする。父、今日の晩ご飯何？ハンバーグだ。やったー。さ、できたぞ。ご飯にするか。そんなに慌てて食べなくても誰も取ったりしないから、ちゃんと噛め。うい、まんま。ロイドさんの作るご飯は美味しいですからね。おっ、
そろそろご飯の準備をするか。ございます、アーニャさん。今日は運動広場ですね。なんだか空模様が怪しいな。父、今日雨降る？どんどん未来見てる。お日様見える。天気予報ではこの後晴れるらしいぞ。よかったな。キャッチボールか。いいぞ。そろ。うん。目をつぶるな。それじゃあ取れないぞ。うい。こんにちは、フォージャー夫人。皆さん、ご一緒にお出かけですか？先輩のスケジュールは調査済み。今日はお出かけの予定だったはず。スパイのお姉さん、父探している。
材料を買いに行きましょう。今日は私がご飯を作ります。最後の晩餐。アーニャまだお腹空いてない。まだ遊ぶ。ヨルさんも疲れたでしょう。今日は僕が作りますよ。これから話し合いを始めるぞ。やはり、よければ息抜きに遠出などどうでしょう。遠出ですか。ワイズに連絡すれば場所は確保できそうだな。教養のためなら、いや息抜きならリゾートか。あー、なんだかアーニャ海とお魚が見たいな。いいですね。海なんて羽を伸ばすのにぴったりだと思います。だったら行き先はリゾートにしますか。アーニャもそれでいいか。オキドキリゾート、ワクワーク。はい、私もワクワクです。深刻な面持ちでどうした、フォージャーよ。あ、先生、アーニャ今考え事している。考え事か。どれ、
私にも話してみろ。解決策があるかもしれんぞ。アーニャ勉強頑張ってる。でもテスト良くならない。焦りは禁物だ、フォージャーよ。コツコツと勤勉に励み、いかに自分にとっての糧とするか。つまり諦めずに努力し続けることが重要なのだ。うい、アーニャ勉強頑張ります。うん、その姿勢実にエレガント。引き続き励みたまえ、フォージャーよ。今度のテスト不安だね、アーニャちゃん。ベッキー、テストに備えてアーニャと勉強会しろ。あら、楽しそう。もちろんいいわよ。次男も誘いたい。なんであんなやつ。みんなと勉強会すればみんなの得意科目わかる。次男とも仲良くなれて世界が平和に。もしかしてアーニャちゃん、勉強会を口実にダミアンとの仲を深めたいのね。お前ら何二人で盛り上がっちゃってるの。テストも近いってのに勉強してんすかね、こいつら。次男、アーニャとベッキーの勉強会に来い。はあ、俺たちとお前らで。なんだってそんなこと。いや無理だろ、特にお前が。ガーン。みんなで勉強した方が教え合ったりできるし効率がいいでしょ。くだらねえ、お前らに教えてもらうことなんか俺にはないね。次男、こないだの国語のテスト50点だった。うるさい、あれはたまたまだ。次男、アーニャが教えてやる。ふざけんな、俺より悪い点数取ってたくせに。何の騒ぎかね。校内では静かにしたまえ諸君。あの、勉強会よ。おお、勉強会か。それは感心。実にアメイジングな提案だ、ミス・フォージャー。みんなで勉強しようって言ってるのにダミアンが嫌がるんです。そうなのかね、ミスター・デズモンド。だってこいつらと勉強したって無駄だと思うかね。だが人に教えることで自らも学べることは多いのだぞ。なるほど。じゃあまあ少しくらいな。次男、いがみ合っていた者同士が歩み寄る。実にブリリアントな光景だ。やったね、アーニャちゃん。アーニャちゃんの思いダミアンに伝わったよね。あ、てめえ何言ってんだ。お前らなんかの頼みなんて誰が聞くか。そうだそうだ、調子に乗るな。何よ、なんであんたたちにそんな風に言われなきゃいけないのよ。もう行こう、アーニャちゃん。こんな奴らといてもバカが映るだけよ。ブリリアントな光景でもないかも。アーニャ、一人で勉強頑張るしかないのか。知ることが平和への第一歩。アーニャ、お前のこと知りたい。
なんだいきなり。ド直球ね、アーニャちゃん。お前がこの間国語のテスト50点だったのは知ってる。なぜそれを。後ろから覗いた。アーニャちゃんが本格的なストーカーに。うるさい、お前に構ってる暇なんてないんだ。逃げられた。焦りすぎよ、アーニャちゃん。アーニャちゃんはなんでダミアンなんかがいいの？次男がいい？どういうこと？ごまかしちゃって。そんなアーニャちゃんも可愛いけど。ベッキー、人の話聞かない。大変でしょう。子育てにうんざりしませんか？大変？なぜですか？元気なのはとてもいいことです。あなたにとっては所詮義理の娘でしょう。無理せず肩の荷を下ろしなさい。そして私が妻の座を乗っ取って先輩の妻役として超絶サポートするのよ。アーニャさんといるのはとっても楽しいです。子育ては大変ではありませんよ。すっかり母親気取りか。今に見ていなさい、ヨルフォージャ。あなたはそのうちお払い箱よ。アーニャ、今の母の方がいい。アーニャ、アニメ見る。またスパイアニメか。この集中力を勉強にも発揮してくれたらな。うん、さ